巨人大戦の始まりです。彼は始祖の巨人を継承すると同時にタイバー家と画策し、一人のマーレ人を英雄と称し活躍させました。当時の王は巨人大戦時、ほら、あの土手の向こうだ。兄さん、もう一発だ。まったく容赦ねえな、クルガー。を知った時、心に誓った。本当の悪魔はどちらか教えてやる。我々の祖先がやったことは正しかったのだ。民だ。どうしよう、フクロウが人を使わせたぞ。私はダイナ・フリッツと申します。王家の血を引く者です。翌年、私たちは結婚し男子を授かった。名はジーク。王家の血を引く子だ。きっとこの子は私たちを勝利に導いてくれるぞ。ジークは自らと祖父祖母の安全を選んだ。愚かな両親をマーレ政府に差し出すことと引き換えに。